ジュリーもサリーもシローもソロ活動。こちら3月4日ザックザックという記事から、ジャパニーズロックアナトミー、ミッキー GS に変化、ジュリーもサリー&シローもソロ活動、パンタ地味編、ジャニスの指令、フラワームーブメントにも陰り。60年代に活躍した GS ブームがですね、やがて終わりに近づきですね、その時に流行った GS のバンドそれぞれがですね、個人の活動に進むというような時代に入っていくわけなんですけども、ザ・スパイダースの坂井正明さんは70年2月からドラマシリーズ化された時間ですよで国民的人気者になったというふうに書いておりますけども、坂井さんはもう俳優さんというか、まあ、司会者とかですね、様々なそっちの方面に行かれたということで、ちなみにザ・タイガースはと言いますと、ジュリーに関してはファンの皆様言わずもがなだと思うんですけども、1969年12月にソロアルバムジュリーを発売して、そこからソロ活動をスタート、そこからね、どんどん人気が出ていくわけなんですけども、トッポ川橋克実さんもソロ活動で、ちなみにサリー岸辺一徳さんとシロー岸辺シローさんの兄弟、なんとこの時期にソロ活動をしているんですね。2人のユニットという形になるんですけども、サリー&シロートラ70619というタイトルのアルバムを発売されているんですね。普通にこの二人歌うまいですよね。渋いしね。ご存知ない方はこのお二人のアルバム、そしてこちらの記事、ぜひチェックしてみてください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シーレモンでした。